こんにちは、ハキです。今回はですね、もちろん全日本大学駅伝の振り返りね、していきたいなというふうに思います。やっぱり全日本ってアンカー対決になるんだなってことをね、改めて思いました。まあ去年のね、東海大学の名取選手、駒澤大学の田澤選手ね、激闘も素晴らしかったんですけども、今年は去年以上に本当にどこが勝つかわからなかった。まあもちろんね、最後のアンカー対決の青学の飯田選手と花尾選手、駒澤大学の花尾選手のね、まあ激闘最後の最後までね、わからなかったんですけども、そのちょっと前、もう5区ぐらいから、どのチームが勝ってもおかしくないっていう展開でしたよね。まあ青学も強い、駒澤も強い、ただもしかしたら明治もあるぞ、東京国際もある、早稲田も強いんじゃないかと、こうね、いろいろ言われて順位変動が目まぐるしかったので、まあ解説の方たちも、マジでどこが勝つかわかんないということことをね、まあ言ってましたけど、まあ見てる側からしてたんで、本当にね、まあ楽しませてもらいました。最初から最後までね、ほんとずっとね、楽しませてもらったんですけども、まあ今回ね、なんでこんだけ順位変動が起きたのかなっていう考えた時に、僕前回の動画、順位予想の動画でちょっと話してるんですけども、まあ全日本大学駅伝って、とにかく、区間配置が大事なんじゃないかってことを言いました。というのも、距離のね、区間が結構特殊なんですよ。で、全日本って、まあ、7区と8区、まあ、全区間8区間なんですが、7区と8区の距離が異様に長いんですよ。まあ、17キロと19キロ。その他はだいたい11キロとか12キロなんですけども、となってくると、まあ、通常であればね、エース級のランナーをできるだけ長く走らせた方が距離が、タイムが稼げるので、まあ、7区、8区あたりに主力のね、まあ、選手を持ってくる、まあ、後半型に持ってくるっていうのが、まあ、セオリーじゃなんかっていうふうに一般的には思うんですけども、だけど、駅伝って、やっぱ、スタートダッシュとか勢いとか流れって大事ですよね。なので、最初の1区、2区、3区でいい流れを作るために、主力の選手を前半に持ってきて、まあ先頭で争って、まあ繋ぎもね、先頭の方で、こう楽しくテンション上げてね、走った方がトータルの方タイムが上がるんじゃないかっていう考えもあるわけですよ。で、各大学、じゃあどっちでやるのかっていう、ことが、こう戦略地味だね、まあ戦略なんですけども、今回は、前半に主力を置いたチーム、後半に主力を置いたチームが二極化したんですよね。それが今回順位変動がね、ガガガガと起きた要因なんじゃないかなと思います。まあ例えばですけども、まあ駒澤だ、優勝候補って言われてる駒澤大学とか東洋大学とか青山学院大学は明らかに後半に主力をね、まあ持ってきた印象です。まあ駒澤大学で言うと、まあ7区に大エースのね、田澤選手。で、最初のアンカーはハーフマラソンに強い花尾選手をね、まあ持ってきたりとか、まあ青山学院大学で言うと、まあ5区にね、佐藤一世選手がいたので、まあそこからちょっと追い上げて、まあ7区にね、まあ大エースの近藤選手、そしてアンカーは長い距離に強い飯田選手をね、持ってくるとか、いろいろしたんですけども、まあ一方で、前半に主力を置いたチームは、早稲田大学ですよね。なんで今回、早稲田大学は、もう途中ずーっとね、先頭集団でいい流れですね。まあ、後半ちょっとね、最後の最後で失速してしまいましたけども、明らかにね、まあ、前半区は、例えば2区に井川選手を持ってきたりとか、3区にあの中谷選手をね、こう持ってきて、27分台ランナーを前半の方にね、バンと持ってくる展開、明らかに逃げ切りをね、まあ、測る。あとは東京国際大学も、今回は前半にちょっと持っていきましたよね。まあ、ヴィンセント選手がアンカーに来るんじゃないかって言われてましたけど、まさかの3区。おそらくあそこで、後ろとのね、差をつけて、1分以上、まあ2分ぐらいですね、差をつけて、まあ逃げ切ると。で、まあ日本人エースの丹所選手がね、こう、怪我上がりなので、7区、8区に使えないんじゃないか、ある程度ね、体力にね、ちょっと不安があるので、ちょっと短い距離の、まあ、つなぎの区間を使うために、まあ、ヴィンセント選手で、明らかにちょっとね、楽な展開をさせて、まあ、丹所選手で最後決定づけるっていうね、まあ、流れなんじゃないかってことで、まあ、東京国際は、まあ、前半にね、まあ、主力を置いてたので、まあ、逃げ切りを図る。なので、まあ、前半逃げ切りを図った東京国際大学とか、早稲田大学が先行して、まあ、後半型のチームが追い抜いていく。だからこそね、こう、順位変動がね、起きたんじゃないかと。まあ、そんなことを考えたんで、まあ、とにかくね、楽しかった。見てるが、本当楽しかったんですけども、監督とかね、関係者の方はね、まあヒヤヒヤしたでしょうね。まあ青学も駒澤も前半途中出遅れて、あ、これもう追いつかないんじゃないかって言われてたけど、結局後半にね、まあ大エースを持ってきて、あそこまで巻き返してアンカー勝負ということになりましたけども、ちょっとね、長くなりますけど
振り返りをね、まあいろいろしていきたいんですけども、まあ改めですけど、もうね、結果が出てますんで話しますけど、もう優勝ね、まあ飾ったのが駒澤大学と、まあ連覇ですね、去年に次いで駒澤大学が優勝しました。まあ最後痺れましたよね、花尾選手と青学の飯田選手。まあ見てる感じからすると、青学の飯田選手の方が有利なんじゃないかってみんなが思ってたと思います。解説の方たちも、まあ難しい判断だけども、やっぱ後ろについてるね、まあ飯田選手が最後仕掛けるんじゃないかと。だけども駒澤のね花尾選手もずっと引っ張ってるので、このまま逃げたらかっこいいなんてか、いろいろね思うところがあるんですけども、結局はね、まあ、花尾選手がね、まあ、最後ね逃げ切ったというところなんですけども、まあ、全体的にね今回ちょっと思ったのは、駒澤大学、僕も前回で話してるんですけども、出雲駅伝で時にもこう、まあ、大惨敗したわけですよ。まあ、優勝候補ナンバーワンだし、ちょっと力が抜けてるということで、出雲は間違いなく勝つだろうと言われてましたけども、まあ、大負けしたわけですよ。でこれっていうのは、まあ、大江監督も言ってましたし、僕も客観的に見ると多少やっぱ優勝できるっていう思いが結構強かった。なのでこう挑戦者っていうよりかはやっぱ王者っていう感覚が強かったんですよね。なので途中出遅れてしまったら、もう優勝しか見てないから、最初ガンって突っ込んで、まあ、後半失速するっていうところ、まあ本来ね自分の走り 100% 走りをすれば駒澤大学は勝つだと言われてたんですけども、やっぱ多少のアクシデントとか出遅れてしまったところによって、ちょっと焦りとか、まあどこかね、まあ勝つだろうっていうおごりがあったんじゃないかという話をしましたけども、出雲駅伝終わった後の大八木監督の一言、こうね、駅伝はトラックのタイムじゃ測れないんだと一言を言って、あの一言がね、僕全選手、駒澤大学の所属の全選手に響いたと思います。それがね今回の結果にね繋がったんじゃないかなと思います。全選手がね勝てるだろうと思っていて、どこかねちょっとおごりがあった部分がぐっとね締め付けられたんじゃないかな。ちょっと興奮してます、ごめんなさい、すごい興奮してます。ですけどそれがあって今回ね、まあ、それに繋がったんじゃないかなと思います。やっぱり大八木監督ね、長くねほんと上昇軍団とこう駅伝王者と言われてますけども、その選手の心をね掴むのが上手かったんじゃないかなと思います。あの一言とね一言にね今回尽きるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりですね、ね、あとはですね、ちょっと思ったことは、今回やっぱりね、ルーキーですね。まあ、出雲とか全日本って距離が結構短いですよね。10キロ前後の区間なので、ほんとルーキーって言ってる大学1年生とか2年生の活躍が結構ね、著しかったなと思います。毎年そんな感じがあるんですけども、まあ、10キロの距離であれば、高校卒業1年生、大学1年生だとしても、まあ、十分叩かれるわけですよ。まあ、宮古市のね、駅伝なんか1区10キロですから、10キロっていう距離に対して不安にね、思ってる選手ってそんなに少ないと思うので、大学1年生でもやっぱ活躍できるし、やっぱ高校生って 5000m のトラックがメインで戦ってるので、結構スピードがね通過高い選手が多いんですよ。なので、まあ、駅伝とか 10km ぐらいの距離だったら、もう4年間大学ハーフマラソンを戦ってきた選手よりも、やっぱルーキーの方が勢いがあっていくっていうね感覚があるんですけども、今回もやっぱね1年生の活躍がねちょっとすごかったなーっていう感じがします。まあ例えば1区はした駒澤大学の佐藤丈司選手がかっこ上がったよね。まあご自身もね最後インタビュー受けた時にもまさかっていう感じで言っていましたけども、あのキレは本物ですよね。まあ中大の吉井選手が振り切られる、あんな姿見れるんだっていうぐらい、佐藤丈司選手のギア何個あったんだろうね。あれラストのこう100メートル、ラスト200メートルとか何秒で走ったかっていうのがちょっと知りたいですよね。僕毎回駅伝のラストスパートを見てて、やっぱ三浦選手とかもラストめちゃくちゃ離すじゃないですか。だけど実際あれラスト400メートルってどれぐらいで走ってんのかなってちょっと知りたいですよね。トラック換算みたいな感じで。まあそれはね、ラストスパートすごかったの、あの吉井選手が振り切られる。まあそこがね、駒澤大学のね、まあ勢いあるんじゃないかなと思ってましたけど、まあ佐藤丈司選手だけじゃなく、まあ東洋のね、まあ石田選手も頑張りましたし、梅崎選手もね、東洋頑張りましたね、1年生。また早稲田大学の石塚選手もね、まあ今回頑張ってました。早稲田がね、あんだけ目立ったので、ね、石塚選手のね、あの頑張りもね、まあ大きいんじゃないかなと思います。なのでやっぱ全日本は去年もそうでしたけど、今年もね、やっぱルーキーの活躍がね、
まあ素晴らしかったかなと思います。まあ一から順番ちょっと見ていきたいんですけど、長くなりそうなんですけども、まあ一個はね、とにかくさっき言ったように一区の佐藤上司の区間シーンですね。いやーすごかったですね。ただ今回はまあ佐藤選手もすごかったんですけども、全員がハイペースの中、あんだけ大きい集団で展開繰り広げられるっていうのは、やっぱ大学駅伝、大学の選手たちの力が相当上がってきてましたよね。相当なハイペースで走っているのに、選手がやっぱ離れないんですよ。まあスローペースとスロー展開になってラスト勝負も面白いんですけども、ハイペースになっていい大学、多くの大学が先頭で戦ってる方がまあ面白いわけぞ。ハイペースなのに離せない、それがね、まあ今回ね、まあ見れたかなというところでね、まあ一区からねハイペース、あの集団本当ねレベルが上がってるなというような感じがしました。で2区ですよね。まあ注目度の高い順天堂大学の三浦選手が2区にエントリーされていて、まあどんな走りのするのかってことでしたけども、まあラストスパートのキレもね、まあすごかった。僕あれを見て、なんか駅伝って、なんか途中頑張ったとしても、ラストスパートであんなに行かれちゃうんだなって思ったんですよ。途中めちゃくちゃ頑張って粘ったとしても、ラストの本当に1キロとか2キロで多少気持ちが切れてしまったら、何十秒ってやっぱ一気に開くわけですよ。となってくると、やっぱ駅伝ってタスキをもらってスタートから最後まで一回もやっぱ気持ち切らしちゃいかないんだなということをね、見てて思いました。途中ね、例えば10キロの区間で本当6キロとか7キロの時に苦しくなって頑張って8キロ9キロまで着いたとしても、ラスト1キロで20秒ぐらい離されたら、さっきの頑張り何だったのっていう風になっちゃうぐらい、こうラストのキレがある選手っていうのはアドバンテージやっぱ強いですよね。それはね、三浦選手を見ててね、ちょっと思いました。まあ圧倒的だね、まあ力がありましたよね。まあただ三浦選手もラストスパートキレありましたけども、後続の選手を引き離しましたけども、それでも引きちぎれなかったのが法政大学の鎌田選手とか、やっぱ早稲田大学の井川選手が力がありましたよね。これがね、まあ、頑張ったっていうところがね、見ててね思いました。ただね、ここでね、駒沢、青学、東洋なんかのね優勝候補が一気にちょっと開いたのが気になって、見てる側も、あ、駒沢、青学これまずくない、圧倒的な差が開いてしまう。この後さらに東京国際大学3区にヴィンセント選手いるよとかね、思ってくるとね、まあヒヤヒヤしたんじゃないかなというふうに思うんですけども、このね、まあ3区、まあ、東京国際大学、まさかね、まあ、ヴィンセント選手が3区に来るとはね、まあ、思ってなかった。おそらくこの辺で後続と、まあ、2分ぐらいね、広げたいって思いがあったんじゃないかと思うんですけども、ここが開かなかった。まあ、確かにヴィンセント選手めちゃくちゃ素晴らしい走りをしましたけども、区間新記録ね、まあ、出したけども、その後ろですね、青学の例えば岸本選手、久しぶりに見れましたよね。やっぱ嬉しかった。今回3区にエントリーされてましたけども、本当に走るのかどうかもわからない中、でね、あんだけどね、まあ素晴らしい走りをしました。まあ箱根駅伝がね、ちょっと楽しみなんですけども、まあ青学のね、岸本選手とか、早稲田大学のね、中谷選手もね、強かったですね。ここら辺の頑張りがあったので、ヴィンセント選手とそこまで開かなかった。1分差ぐらいかな、トータル。あそこがね、粘り切れたのが、こんだけね、順位変動がね、まあ起きたのと、東京国際大学が優勝できなかった要因はね、この辺にあるのかなと。いうふうに思います。まだ3区、ちょっとね、止まらないんですけど。まあ4区はね、東京国際大学、ヴィンセント選手の助けを受けてね、まあ折畑選手がこう、つなぎを掴んですけども、こう頑張ったりとか、まあしました。だからこれでね、東京国際大学ってやっぱヴィンセント選手がいるから強いって思われがちですけども、やっぱ2区を走った山谷選手も強かったし、まあ丹所選手、怪我上がりですけど、あの走りをしたし、まあ今回つなぎ区間ですけども、と折畑選手も頑張りましたし、やっぱヴィンセント選手だけのね、チームじゃないと。本当に日本人選手もやっぱ強いし、山谷選手とか丹所選手なんか本当日本人で言うと本当トップレベルのね、まあ選手の方たちですから、本当ね、まあチームの総合力が高くなってくるので、まあ箱根駅伝もね、まあちょっとね、楽しみにしたいかなと思います。でね、この4区終わりあたりで、本当にどこのチームが勝つかわからないなっていう感じがしたんですね。確かに早稲田大学とは東京国際っていうのは前半型だったので、まあ最初にね、メンバーを見る限り行くだろうと思ってましたけども、後半区間のメンバーを見ると、例えば明治とか駒沢、早稲田、東洋、青学っていうのは、本当ここから5区以降が結構所属してエントリーメンバーが強かったので、まだまだ巻き返しがあるんじゃないかっていうところで、5区が始まったわけですよ。
この5区ですよね。早稲田大学の石塚選手が頑張りましたし、青学の佐藤選手が追い上げて、あと青学もね、あるんじゃないかというふうに思いました。で、東洋のね、梅崎選手も頑張っていて、東洋もね、まだまだあるんじゃないかってこう言われていましたし、駒澤大学も7区にね、あの田澤選手がいるぞとなった時に、解説の方たちも、あ、これ本当にわかりませんのということでね、あったんですけども、まあ次のね、6区ですね。6区の駒澤の安原選手の頑張りは、これは相当大きいと思います。まあ東京国際大学のね、あの丹所選手の区間 C もすごかった。まあ出雲駅伝終わった後、丹所選手ほんと10日くらい走んなかったって言ってましたけど、逆にそれが疲労抜けてよかったんじゃないか説。まあその、怪我をして走れなかったって、まあ僕たちが思うのって、怪我をすると、まあノーラン、全く走んないっていう感覚が強いんですけども、ただトップランナーの方たちっていうのは、多少の軽いジョギングだとしても、練習をしてないっていうカテゴリーに入れる可能性がね、あるかなと思います。なんで1週間ぐらいポイント練習を何もやってないっていう感覚であればね、まああの、力がある選手ですから、ジョギングぐらいできてればね、体重の増加もそんなに増えないし、まあ流しをポンポンとやってれば、そこまで体力が落ちないので、もしかしたらそういう感覚だったかもしれません。10日間全く走んないんじゃなくて、まあポイント練習がしっかりできなかったっていうだけのね感じかもしれません。じゃないとね、あんなに走れないんじゃないかなとになります。まあここの時点で東京国際大学の逃げ切りもあるんじゃないか。でも駒澤のね安原選手の頑張りがあって、もしかしたら田澤選手とまあどうなってくるかっていうとこで、まあ先頭との差1分30秒ぐらいだったかな、1分30何秒でまあ田澤選手がねあともらって駒澤が追っかけるという形だったんですけども、この7区ですよね。7区のね田澤選手がすごかったんですけども、僕のね MVP はこの7区を走った青学の近藤選手に僕はあげたいなというふうに思うんです。まあ、結局は青学優勝を逃しましたけども、あんだけ最後の最後までいい勝負ができたのは、僕はね、7区の近藤選手の勇気のある走りだったというふうに思うので、個人的な MVP は青学のね、7区を走った近藤選手に与えたいなと思います。で、なんでかっていうと、まあ、田澤選手とほぼ同じタイミングかな、同じタイミングで助けをもらって、最初4キロか5キロぐらいまでつきましたよね。で、確かに、この力の差で言うと、田澤選手の方が、まあ、一個ちょっと抜き出てるわけですよ。なので、このまま、ついていくのか悩むところですよね。だけども、やっぱ青学としては優勝を狙ってるし、このまま駒澤大学に行かせるわけにはいかないし、まあ誰かの後ろの方についた方がやっぱ楽なので、まあ田澤選手の後ろにまあつこうっていうことでついたと思います。で、誰でもね、やっぱつくと思うんですよ。前に選手がいて、同時にもらったら、その選手についていって、行けるとこまで行こうっていうふうに思うと思うんですけども、近藤選手は、結構早い段階で田澤選手に離れましたよね。で、単独走に切り替えました。だけども、蓋を開けてみたら、ほぼほぼ最後の、秒差、18秒ぐらいだったかな。最後、ハック、アンカーに渡すときに、18秒しか開かなかったんですよ。あんだけ早いタイミングで離れたのに、トータル結果で言うと18秒ってことは、近藤選手は自ら意思的に意図的に田澤選手から離れて、こう単独走を選んだんですよ。これが僕をね、素晴らしいチョイスだと思います。本来であれば、駒澤大学を離しちゃいけないから、もうついていくしかない。もうついていくだけっていう一択になりがちなんですよ。だから、行けるとこまで行って、例えば12キロぐらいまでついて、ラスト5キロ大失速で、結局めちゃくちゃ離れちゃうっていうパターンが、やっぱ駅伝あるあるだと思うんです。だけど、近藤選手は、こう、意図的ね、自分から離れて、このまま行ってしまうと、まあ、ラスト失速する恐れがあるっていうことで、結局、あの区間のベストの走りをするために、順位っていうよりかは、まあ、記録でね、まあ、最後の最後、飯田選手って強い選手が残ってますから、なんとか先頭で渡すっていうよりかは、駒澤大学との秒差を何秒までに持っていくかってことが多分、あそこに瞬時に判断したと思うんです。まあ、監督者から、何かが、意見が飛んだのかちょっとわからないんですけども、もしかしたらこれが自己判断だとしたら、近藤選手はね、ほんと素晴らしいチョイスをしたんじゃないかなと思います。結局、あのままついてったら、最後の最後大失速して、もっと秒差が開いて、アンカー対決はなかったんじゃないかなって勝手に僕は思ってるので、まあ僕の MVP は、そこであんな判断、まさかね、意図的に離れるってことやっぱできないわけですよ、駅伝でね。こうテレビ中継とかもされてるわけですよ。そうなった時にね、その判断ができた近藤選手は僕は素晴らしいかなというふうに思います。そこからのアンカー対決ですよ。
まあ18秒差っていうことで、客観的に見たら駒澤大学の花尾選手、ハーフマラソンはとにかく強い選手ですから、このまま逃げ切るんじゃないかって言われてましたけど、ただ青学のね、飯田選手も長い距離強いし、まあ18秒差だったらとにかく1回やっぱ食い、追いつくわけですよ。最初多少突っ込んだとしても追いついて、まあラストのね、まあスパート合戦になるということなんですけども、飯田選手も落ち着いてましたよね。もう一気にバンって詰めるんじゃなく、徐々に徐々について、まあ花尾選手の後ろについて、まあ様子を伺いながらということでね、途中もね、まあキョロキョロしながらしてるんで余裕あるのかなってに見て思ってて、まあ解説のね方たちも、まあ飯田選手がちょっと有利ですかねって話してたんですけども、僕気になったのが、飯田選手が花尾選手の後ろをついてましたけど、結構ねポジションを右に行ったり左に行ったり後ろについたり結構ハマらなかったんですよね。で、そこまでハイペースではないわけですよ。なので、ペース的には飯田選手も多少ゆとりがあって、感覚的には楽だなっていう風な感じでついてると思うんですけど、ポジションがハマらなかったんですよ。その時って、なんか走ってるのはそこまで速くないから楽なんだけども、このレースに集中できてないっていうか、もう本来、もうそのレースにズバッと回れたら、多分この前に選手のこう真後ろっていうか真横ぐらいにこうついて、ぴったりついて、こうずっと置かないわけですよね。まあそこが走りやすいポイントを見つけたらずっとついていくだけ。で、ラスト2キロとか3キロでバンって突っ込むってパターン結構多いし、なんか前回のね、田澤選手とかなんかそんな感じだったと思うんですけども、なんか見ててね、余裕はありそうなんだけども、やっぱ右に行ったり左にも行ったりね、こう、うろちょろうろちょろこうしてて、なんかポジションがハマってないなっていうのが僕ちょっと気になったんですよ。まあそれでもね、力がある選手だし、顔の表情を見ると結構楽だからね、もしかしたらいけるのかなと思ったんですが、まあ最終的にはね、まあ花尾選手がこう自ら仕掛けて、まあ前に先頭ね、ほんと一回もね、譲ることのなくね、逃げ切ったという感じだかなというふうに思います。ちょっとね、長くなりましたけど、僕も興奮してね、さっき見終わったばっかなので、興奮してますけど、まあ見事ですね、まあ優勝を飾ったのが、まあ駒澤大学ということになります。まあ出雲でね、負けてね、全日本は絶対取りに行くんだっていうことがね、なってこれでね、やっぱ箱根駅伝わからなくなりましたね。こうなってくると、やっぱ駒澤大学有利ですね。あの距離、まあ全日本駒澤大学強い強いって言われてますけども、まだまだね、選手残ってるわけですよ。まあ鈴木芽吹選手も、箱根まではね、もうちょっと期間ありますから、しっかりね、体調を整えていければ、エースクラム走れるんでね、鈴木芽吹選手がまだいるって考えると、やっぱちょっと恐ろしいですよね。なんでね、まあ、そこら辺もちょっと楽しみにしたいなというふうに思います。まあ、ちょっとね、興奮が止まらないですね。早くですね、箱根駅伝見たいなというふうな思いがあるんですけども、またですね、ちょっと選手の情報と箱根駅伝、ここからね、まあ、緊張感がどんどん高まっていきますんで、僕もね、ちょっと応援していきたいなと思います。とにかくですね、全日本走った選手ね、皆さんお疲れ様でした。そしてね、見事ね、優勝を飾った駒澤大学、おめでとうございます。箱根駅伝もね、ちょっと期待してね、見ていきたいなというふうに思います。